記録的な物価高の影響で中古品の売買の関心が高まっています。特にブランド品の中古市場は盛り上がりを見せています。青葉区のディスカウントショップうつぼでは中古のブランド品などの買い取りや販売を手掛けています。ブランド時計やバッグ、宝石など2000点ほどを扱っていて、物価高を背景に買い取り価格が上昇しています。こちらは高級ブランドロレックスの腕時計。商品の状態にもよりますが、現在の買い取り価格は200万円から300万円ほどで、去年の同じ時期と比べて2割ほど上がっています。ブランド品であれば、その当時の、ご購入された時の定価よりも、買い取りの値段の方が高いものもございます。こうした状況を背景に、買い取りを目的に店を訪れる人は去年から2割ほど増えています。物価高っていうところが一番要因としては大きいのかなというふうには感じております。原材料がなくなってきてとか、そういったところで価格が上がることで品物のその相場っていうものも上がってくるので。一方、物価高による節約志向の強まりで新品より手頃な価格で買いたいという人も増えていて、中古品の需要も根強いといいます。こちらの未使用のルイ・ヴィトンのバッグは定価より3割ほど安い価格で販売されるなど、お得な商品を多数取り扱っています。お得な価格で買えるっていうところで、ご利用いただいております。リユース品に対しての、その抵抗はお客様の方もあまり感じてないような印象はあります。